皆さんこんにちは、レックス認講師の根本です。民法改正の学習は順調でしょうか。知識は入れたらやはりアウトプットしないと自分の身につきません。でそのアウトプット、過去問だけでやろうとしていないでしょうか。こちらを見てください。外枠、これは改正民法の論点です。改正民法で新しく出てきた論点もあれば、従来からある論点で従来と結論が変わんないよっていうところもあれば、従来と結論が変わっちゃうよというところもあります。また改正前は論点になっていたけど、改正後ではもはや論点じゃないよ、旧法だけでしか問われないよといった論点もあります。過去問だけをやっているとどうなるか。まずもちろんのことですが、新しい論点はもちろん出てきますよね。改正後の論点は載ってません。改正だけの論点。また従来と同じ論点でも全部が潰せないんですよ。というのが、もともと再憲法って4問しかありません。例えば過去問の数もやっぱ少ないんですよ。その後過去問演習だけでは新しい論点に対応できないだけじゃなく、従来の論点で結論が同じ、結論が変わるところの全部が網羅できません。そしてそれ以上に立ちが悪いのがここなんです。旧法だけの論点、正誤はつくよと。でも旧法だったら問題になるけど、新法だとまず問題にならないよ。そういった問題を繰り返す羽目になっちゃうんです。やったとしても旧法の知識はつきますが、そんなの新法で出ません。ここに時間が取られちゃうんですよ。これはもったいない。ということで、やはり今年の民法学習、討論問題が必須だってことになるんです。ただ思うのが、去年までの問題が使えないかという点です。ちょっとスライドを変えます。去年までの討論を使う、待ってほしい、ちょっと危険が高いんです。3つほど危険性があります。1つ目、正誤は変わっちゃう。正誤は変わってしまうので、こちら間違った知識になってしまう。まあ、もちろん改正の知識がちゃんと入っていれば正誤の確認は取れるかもしれませんが、そんなこといちいちやってるたらやっぱり時間取られちゃいます。次、そもそもその問題が成立しない可能性もあります。そういったものの正誤を考えるだけ時間の無駄になります。正誤は変わらない、で問題も成立する、でも解説が違っちゃう。こんな解説読んでたら旧法の知識がどんどん固まっちゃいます。はい、でこういった点を考えると、やはり今年用の討論を受講する、やはりこれが学習効率が高いところだと思います。で実はここに以外にももう一つあってね、今回民法改正によって不動産登記や供託などの結論がおそらく変わるだろうと思われるところがいくつかあります。ただ先例が出るまでわからないというものも結構あるんです。レックの討論チームの方では、そういった論点は先例が出るまでは出さない、先例が出るまでは出さない、危険性があるものは出さないとしています。ですが去年の討論、登記法とか供託法とか使ってしまうと、そういったこっちがやってほしくないといった問題やることになってしまいます。だからこそなおさらぜひ今年は討論の方を受講して、学習の無駄をできるだけなくしていってください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。